次はお刺身、今お刺身がこうやって、できまして、ちょっとこのね、贅沢にお刺身を取った残りですね、これを今度はスプーンですき身を、はい、スプーンで、なんでこうやってもったいない切り方をしたかというと、炭焼きっつうのは身と皮の間に骨が入ってるんですね。どういう骨ですか？これが、ああ、はい、こういう骨が入ってるからこうやってもったいないお刺身の作り方をするんですね。で、あとはこうやってスプーンで頭から尻尾に沿って取っていくと簡単に取れます。いや、すっごい危ないですよ、これね。すごいですね。大トロですよ、大トロ。これはすごい。んで、この皮はもったいないんで、だいたい一口分ぐらいの大きさ、揚げると縮むんで、これは4等分ぐらいかな、4等分ぐらいに切って、お酒とお醤油につけて、で片栗粉つけて揚げてやれば、骨せんべいじゃないですけども、皮骨せんべい、皮骨せんべいで食べてみたらどうでしょうか。結構脂ってうまそうですね、これね。美味しいと思いますね。お酒のつまみには最高だと思いますね、はい。で昭和風に言うとバッチグーですね、これバッチグーです笑って今の現代の方はバッチグーって何て言うんですか何て言うんだろう。誰かあのバッチグーのね、今何て言うか知ってる方いたら教えてくれると、たまに俺言っちゃうんですよね、バッチグーとか言って。けどバッチグー通じるよね。全然通じるかな。使わないですけどね。等分切って、これがすき身です。結構取れますね。結構取れますね。ね、これはすごい油ですね。すごいですよ。では今この取ったすき身、これを、これからどう処理？これでもうこのまま。もうお醤油つけて食べてもらってもいいですし、 あとはアジのなめろう風にどん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 叩いてちょっと粘りを出して、はい、漁師風に玉ねぎ、玉ねぎ、あ、玉ねぎの漁師風ですね。入れたり、まあネギ入れて、まあ家庭ではネギ入れたりでもいいですね、うん。玉ねぎを入れて漁師風というと、漁師さんは玉ねぎを入れてなめろうを作るという、僕も最近知ったんですけどこれなかなかね、玉ねぎでなめろう作るってなかなかないんですけども、自分はねずっとそれで育ってきたんで、やっぱり玉ねぎなんですよね。よくね、お店で出てくるアジのたたきとか行って、サイコロぐらいのやつ切ったやつ、あれのああいう感じだと多分出汁が出ないんですよね。ああ、なるほどですね。やっぱり叩くことによってこの出汁が出る。やっぱりちょっとね、ここが味噌と、もちろん味噌も加えますよ。もちろん加えますそれが味噌ですからうまい。はい、で玉ねぎ、玉ねぎですね、はい、適量で、適量、よく生姜とか加える人いますけどね、鮮度がいいときはね、生姜とかいらないですよね。そうなんですよ、私もそうなんです。生姜ね、嫌いなんですよ、ね、食べてこれしょうがねえなっていうときに生姜使いますけども、それ分ダジャレですか生姜よく最初から入れる人はね、ちょっと味がね、まあ個人的に言わせてもらうと、
生姜でせっかくの味が消されちゃうんですよね。そうですね、まあ、生姜の好きな人はまあいいかもしれないですけどね。しょうがねえなって。でここに、はい、田舎味噌を少し。あ、田舎味噌、はい。これもあまり味噌多めにしちゃうと味噌の味になっちゃいますからね。そうですね。あとはもう叩けば叩くほど粘りが出て美味しくなると思います、はい、あ、なるほど。で、あとは彩りに大葉入れたり。あ、いいですね。香りがついていいんじゃないですかね。はい、炭焼きのなめろう風たたき。ちょっと味噌多かったかな。止めれますか。ちょっと止めてもらっていいですか。はい。